一度小林さんがお仕事してるところ見てみたかったんですよね。四十八のメイド技の一つ、認識阻害。誰にも気づかれずに中に入れます。いたいた。それではよろしくお願いします。失礼します。どうしたの小林さん。いや、山下くんの案件なんだけどさ、納入品にミスがあって今日中に修正せんとまずいらしい。ああ、させん。とりあえず今日そっちに当たるわ。滝谷くんのところ手伝うのなしになるけどいいかな。いいよいいよ、しょうがないしこの状態じゃ。でも今度飲みに行こう。ちょっとここ手伝ってくれ。すぐ行く。少し待って、ここのスケジュール無理が来てるんだよ。なんとか調整できないか。これ見直さないとまずいな。人間は身を寄せ合って助け合い、たくさんのことを成し遂げるけど、そんな文明なんてドラゴンはいくらでも滅ぼせる。だからドラゴンの方が上って思うんですけどね。小林、あの件はどうなってる。ああ、まだっすね。何やってんだ、使えないやつだな。俺はなんて言った、すぐにやれって言ったよ。なんだこいつ。所長、また小林さんに自分の仕事を押し付けてる。所長のって大した要件じゃないよな。いいか、グズグズしてないでさっさと片付けろよ。わかりました。へったかったにゃ。どっ、やめっ。いい気味です。これで小林さんも少しは。認識阻害してるはず。バレてないですよね。がする。小林さん、かっこいい。小林、さっきの件はどうした。まだ報告が。まったくいつ。あー、すみません、他にいろいろやることが。俺の命令を真っ先にやれ。優先度的に山下くんの仕事。口応えするな。とにかくお前はもっとやる気を出せ。すみません。たく、使えねえやつだな。どう、わかった。なんか今日の所長ついてないな。なんと、